すぐ暴走、度重なる失態、超大物レスラーとの対戦で惨めな姿を晒し続けてきた最弱レスラー、ハリウッドストーカー市川。しかしその戦いにもついに終焉の時が迫り来る。レジェンドレスラー、暴走の果てに市川は一体何を見出すのか。最終話、吹けよ風、呼べよ嵐、お楽しみに。暴走10番勝負最終戦、ハリウッドストーカー市川 VS アブドーラ・ザ・ブッチャー。第2試合を行います。まずはハリウッドストーカー市川選手の入場です。年に一度の神戸ワールドといえば俺でしょう。当然でしょうと断言できる、ある意味唯一無二の自尊心を持つ存在、ハリウッドストーカー市川。今日はお腹には何と書いてあるのか、ああ満員御礼、感謝の印。暴走10番勝負もこれで見納め、打ち止めです。いや、多岐にわたりそうそうたるメンバーを迎えてきました。そして今回その決定版です。生きて帰れるかいっちゃん。変わりまして、アブドラザ・ブッチャー選手の入場です。マカラカシトムモマカラカシトムマラマラハマラハ。どの会場でもざわめきとどよめきを呼ぶ圧倒的にプロレスラーです。全プロレス界の生ける共通言語、アブドーラザ・ブッチャー。鳴り響く怒涛のフレーズにいざなわれて神戸の花道を行きます。ドラゴンゲート最大の遺物としてこのリングへ。揺れる巨体、ターバン姿、テーピング、おお、そこにいきなりクロちゃん飛びかかりましたね。大丈夫ですか、こんなことして。いや大丈夫なわけがありません。第2試合、ハリウッドストーカー市川、暴走10番、まさにまさにブッチャーがリングインするその前ですよね。アブドラザ初めてじゃないですか。おー、よく好き、早く出た出た出た。藤本さんが、藤本さんが今拍手してました。いや、これが見たかったですよね。いやでもあれですよね、ババイノキと戦った男がストーカー市川と戦ってるっていうのはね、はい、妙なものが、なんとも奇妙な運命です。異次元ですよね、本当に。だって僕が生まれる前からプロレスやってますからね。長い長いキャリア。そうですね、もう実際年齢ははっきりしていないんですよね。あれはマイクをお手にしています。どうするどうする。マイク好き、マイク好き、地獄好きならぬですね。ああ、暴走、そうですね、その暴走10番勝負、暴走っぷりを見せつけたんですけれども、最終戦なんかかわいい、どうも戦いづらい敵です。いや本当に生きる伝説ですからね。ですね。ブッチャーはストーカー一家のこと知ってたんですかね。知ってるんですかね。あそこ重要ですよね。で一体誰が連絡取ったんだっていうね。今ドラゴンゲートの世界で見られるのがもう奇跡ですよね。というか連絡先知ってた人がいたっていうのが驚きですよね。ブッチャーの。そしてリングに、はい、あそうですね、あの大谷レフィリーがロープを大きく開けてリングインさせました。投げられるわけはないですが、ひとまず見守りましょう。投げるの無理でしょうね。うわでも顔一緒、子供の頃から変わんないですよ。変わんないですよね。その顔面にサミング、確かヘッドバット、ブッチャーシーク対ファンクス の、 あの蔵前でやったのが僕が小学校1年生ぐらいの時だったのかな。オープンタッグ戦ですか。オープンタッグ、はい、
ずっとですもんね。ですよね。市川コール。市川。はい。おお。クロちゃんでも出た。これです。これです。いや本当。見れてよかった。クロちゃん、はい。これがプロレスラーの魅力ですよね。でも。もう。もうちょっと見たい。やっちゃうんですか。今お客さんに確認しましたよ、ブッチャーが。ブスリと刺さってキエンドです。微動だにしません。貫禄のアブドウラザブッチャー。マカラカシトモモマカラカシトモマラ。いやブスリトさん、はい、まず試合になるのかなと危惧されたんですけれども、成立はしましたね。いやもうこのドラゴンゲートのリングでですね、ブッチャーを見れた喜びを今日はみんなで分かち合いましょうと。もうそこだけで、はい、はい、ブッチャーさん寝てますよ。一仕事終わりという感じですね。クロちゃん、はい、もう何も言うまいというところでしょうけれども、はい、感想をください。いや本当ブッチャーさんありがとうございます。そうブッチャーさんってさんをつけたくなるんですよね。いや つけますよ本当に。あと市川さんが本当に生きてるかどうかがちょっと心配ですね。今は呼吸を持っていますか。いけいけやって。玉岡レフィリーがいやそれはやめてくれとストップのポーズ。いや藤本さんこれ見たいですね。これやってる方がいいですよ。これやった方がいいんですか藤本さん。いや後でいっちゃんに怒られますよ。いやいいですいいですなんとでもなる。藤本さん行って行って。重低音ワンボンワンボン。ピンクフロイドのワンボン名曲と大歓声を聞く。やって。さあお前ら見ておけと指を指す。その先体がバウンドしています。そして目をカーッと見開いてもう一度ゴロゴロゴロと回転します。今ようやくリング下へ。いやクロちゃん、はい、サービスしてくれたんですけれどももういっちゃんは頼みませんね。またまた動かなくなりましたよね。ちょっと動こうとしてたんですよね、はい、さっきなんか動けてたのに。はい、みんなの声援が全然違いますね。そうですね、藤本さん。これすごい絵だな。すごい絵だこれ。何ですかこの辺。まあそりゃそうなりますよね。大人と子供ですもんね、本当に。最敬礼というところでしょうか。すごい、こっちです。こちら放送席の真ん前、ド迫力です。すごい。一礼してくれました。リビングレジェンド。おー、優しい。いいな。小さなお子さんとは握手ですね。握手したかった。やだかね。なんか昔の人は笑ってる笑ってる。もうなんかやっぱり日本のファン好きなのかもしれないですね。いやでもそうですよね。そしてやっぱり相手がいっちゃんだったってことでだいぶリラックスして戦ったその後、そんなこともあるかもしれませんよね。放送10番勝負終わったので、はい、これから市川選手はどうなるんでしょう。どうなるんでしょう。はい、大仕事終わりましたからね、はい、ちなみに紹介しますと、はい、1勝9敗ですか。サスケ選手に勝ったんです、はい、じゃあグレートサスケ選手に勝ってしまいましたから、はい、1勝9敗でいっちゃんは暴走10番勝負を終了。とにかく最後は黒星敗北当たり前です。この相手ですからね、はい、よくやってくれましたいっちゃん。そして勇気ありましたよね、よく来てくれましたブッチャー。黒い呪術師今ゆったりと神戸ワールドの花道を味わって踊ってます。藤本さんかつて CM でこういった姿がありましたね。今リングを後にしましたアブドーラザブッチャー。